ナハロートビープリングベルでは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンソベルク行政管区のメルキッシャー軍に属す町村である。この町はザウアーラントに位置している。多くの土地がレネ山地の高台にあり、レネ川が狭い谷を刻んでいる。19世紀に現在の町域内で金属加工業が定着した。金属加工業の中規模企業は、 現在もこの町にある。町は1907年にケラーアームトとビプリングベルデとが合併して成立した。ビプリングベルデ地区は就任定の保養地である。ナハローとビプリングベルデはメルキシャー郡西部ザウアーラントの北西端に位置する。最寄りの大都市は隣接するハーゲンであるが、この都市はすでにルール地方の変遠部にあたる。域は レネ川の狭い谷を特徴とし、多くの土地がレネ山地の高台にある。この町は、二つの全く異なるアムトに属していた地区からなる。一方のナハロートは、アルテナとイーザーレトマーテとの間の谷に位置し、もう一方のビプリングベルでは、ナハロートホーエン・ディムブルク、リューデンシャイトに囲まれたレネ山地の高台に位置している。この地区は、メルキシャー郡で最も高い場所にある。 教会長を自称している。ナハロートビプリングベルでは、面積29平方キロメートルで、メルキッシャー郡で最も小さな市町村である。町域の最低地点は、ナハロートの北のレネタールで、海抜128メートルである。最高地点は、ビプリングベルで南端のローハーゲンで海抜495メートルである。ナハロートビプリングベルでは、 ラインシーファー山地の北端に位置している。長く伸びた尾根と深く狭く刻み込まれた谷が森の豊かな中陸山地地形を形成している。この町の長域は南北約8キロメートル、東西約6キロメートルである。2015年12月31日現在、全面積2903ヘクタールのうち362ヘクタールが住宅、交通用地、 1624ヘクタールが森林、882ヘクタールが農業用地、地35ヘクタールが水域及びその他の土地である。ナハローとビープリングベルデに隣接する市町村は、北と北東はイーザーローン、東はアルテナ、南西はシャルクスミューレ、西は軍独立市のハーゲンである。この町は、ナハローとオプストフェルトランゲンシュテュク、 オプストフェルダーシュタルシュマルスゴっテ、アインザール、ヘルベッケオッパー風船、ビプリングベルデ、ベゼルデの各地区からなる。ナハローとの他にレネタールに位置するのがオプストフェルト、アインザール、オッパー風ンである。山地に位置するのがビプリングベルデ、ベゼルデ、ブレンシャイトである。この他に谷間や山上に多くの農場が存在している。 ナハローとビプリングベルでは温帯に位置し海洋の影響を受けた高地性の気候である。冬は比較的穏やかで降水量が多く夏は湿潤で涼しい。年間降水量は約900から1000ミリメートルである。寒冷期には高気圧により谷間で逆転層や放射切りが発生する。出土品からビプリングベルでにおける定住は急世期に。 なされていたことが証明されている。おそらく、カール大帝の時代に、ここに礼拝堂と領主館が設けられた。カロリング朝時代、領主館はこれを維持のために、定期的に応急に支払いを行う必要があった。13世紀に、古い礼拝堂の後継として、ヨハネス教会がビプリングベルデに建設された。この村は1316年に、ケルンの町税大長、 リーベル・バレリス・イクリー・ジーレム・コローニンシス・ゲオグシシスに登場する。この村は、リューデンシャイト主席主催区に属していた。マルク・ハク・エンゲルベルト2世は、この地域の帝国領を失った。1317年5月22日に、ローマ王・ルートビヒ4世は、クレーベーハク、ディートリヒカートム・ディクトム・ウェベンワードを含む霊園を与えた。レネタールに位置する地区の最初の記録は、 1423年の、ホーフ・アインザールである。1510年には、ホーフ・オプストフェルトも記録されている。ナハロートケは1600年頃にまで遡る。17世紀の最大の荘園は、ケラーアームトグーとオッパー風ンと、オッパー風ンとアインザールとの間にある、ヘルベッケで、その存在は1666年から確実に、証明されている。旧、ヘルベッケ間の前身は、 1535年に存在していた。この農場は周辺の農場と同様にアルテナ城に食料を提供していた。1663年、1690年、1703年にビプリングベルデは大火に襲われた。1709年12月29日には村のほぼ全域が消失した。牧師館、ビプリングベルデの教会の屋根や、 塔の先端も炎の犠牲となった。これのため、この時代以前の文献記録は、わずかしか残されていない。19世紀初めに、現在の町域内に、金属化工業が定着し始めた。エドアルト・シュミット・セーレン、圧縁工場が設立された。この工場は、その後、ベスト・フェリシェ・ウニオーム・エージーに属した。1900年にナハロートの駅が開業した。 王の命令により、アムト・アルテナは1907年4月1日に廃止され、アムトに属していた町ケラー・アムトとビプリングベルデからアムトに属さない町ナハローとビプリングベルデが創設された。第二次世界大戦でこの町は1945年4月1日に連合国によって封じ込められたルールポケットの一部となった。4月15日にアルテナのドイツ国防軍、 総合共同次団が連合国に降伏し、この地域は同日に戦闘することなくアメリカ軍に占領された。他の多くの市町村と対照的に1959年から1975年までの間に実施された自治体再編でナハロー・トビプリングベルでは、長域の変更がなかった。1984年8月にアルンスベルクの行政官区長官は、 ビプリングベルデを公認の保養地とした。その中心は整備された農場である。1907年4月1日、かつてアルテナ軍の独立した自治体であったケラーアームトとビプリングベルデが廃止され、新たにアムトに属さない自治体ナハローとビプリングベルデとして合併した。ケラーアームトはナハローと家にちなんだ新しい名称に改名した。この町は、 1908年3月23日に0.74平方キロメートルをアルテナ市に、1936年4月1日に4.22平方キロメートルをアルテナ市に、0.96平方キロメートルをノイエンラーデ市に、3.71平方キロメートルをベルドール市に、1937年4月1日に8ヘクタールをアルテナ市に、 さらに1960年4月1日に60ヘクタールをアルテナ市にそれぞれ割上した。1969年1月1日にアルテナ軍と軍独立市流電車との再編に関する法律が発行した。この法律では、サンデナハローとビープリングベルデの農場のいくつかをアルテナ市に編入することが定められている。同時にアルテナ軍は廃止され、その後、 リューデンシャイト軍となる軍が創設された。リューデンシャイト軍は1975年1月1日のザウアーラント・パーダーボルンポーによって廃止された。リューデンシャイト軍はイーザーローン軍と合併して、現在のメルキッシャー軍が成立した。2016年12月31日現在の地区、別人口は以下の通り2011年の住民調査によれば、 この町の住民の45.5%が多数派の福音主義信者で20.9%がローマイコールカトリック信者35.5%がその他の宗教の信者または無宗教であったプロテスタントとカトリックの信者比率はその後低下した2016年12月31日の統計ではナハロートビプリングベルでの人口は6665人で カトリック信者が1365人、プロテスタント信者が2698人、39.1%がその他の宗教、または無宗教であった。ビプリングベルデには福音主義改革派協会がある。この教会が所属しているのは、ホーエンリムブルク福音主義改革派協会と教区上、結びついている。もう一つの福音主義教会は、ナハロート・オプストフェルトにある。 この教会は、ベストファーレン福音主義教会のイーザーローン教会クライスに属している。ナハロートビープリングベルでのカトリック信者は、エッセンシュ教区のアルテナの聖マテウス教区に属している。この町には、西洋ゼフ市教会がある。旧アムトハウスナハロートビープリングベルでの町議会は、22議席からなる。二千十八年四月十五日に行われた町長選挙では、 現職のビルギット・トゥ・パートが唯一の候補者となった。彼女は77.25%の支持票を獲得して再選された。この選挙の投票率は28.75%であった。ズンガラ、この町の紋章は黄色地で中央三層の赤と銀の一松模様の帯が貫いている。その下部を青い波体が貫いている。上部には赤いバラが描かれている。 解説、市松模様の帯はかつて丸く白漁に属していたことを示している。青い波帯はレネ川を表現している。赤いバラはキルヒシュピール・ビップリングベルデの教会員から取られた。この紋章はオット・フックによってデザインされ、1935年10月17日にベストファーレン州長官によって認可された。文化イベントが開催されるイベントホール、 レネハレ地元のアマチュア演劇グループが1975年に設立されたブレッドケン・アムド・レーゲン・ピュットである。2017年までは毎年夏にレストランツーアラスタットで一晩がかりのコメディを冬にはナハロートのレネハレで大規模な舞台装置を使ったメルヘン劇を上演していた。ナハロートビープリングベルデの文化イベントは文化協会。 カルチャーショック EV の設立によって充実した。この教会は、キャバレー、コメディ、朗読会、コンサート、展覧会などによってこの街に大きな活気をもたらした。ビプリングベルデの博物館の加工房展示1977年に、郷土文化や習俗を保護に尽力する郷土、交通協会が発足した。ビプリングベルデの 基礎家庭学校に近い旧消防署に1990年にハイマートシュトゥーベと呼ばれる地元の博物館が設立された。展示されているのは主に19世紀の農家で用いられていた家具、器具、習俗の道具である。1995年にこの博物館に大きな農具を入れるための納屋が追加され、拡張された。 1938年からすぐ隣に立っている16世紀の穀物庫も郷土教会によって博物館として利用されている。見どころは1950年代の教室と靴屋の工房である。ビプリングベルデ男性合唱クラブ1895と同じく1895年に設立された MGV アイントラハとベゼルデがこの町の最も古い合唱クラブである。 MGV アイントラハとベゼルでは、1977年から、混成合唱クラブとなっている。男性合唱クラブフロージン・ナハロート1904は、ドイツ合唱連盟に参加している、民謡を中心に演奏している、合唱団である。国際的に有名なフォークロックイコールバンド、エラーネは、ナハロート・ビープリングベルデで結成された。ナハロートのカトリック西洋ゼフ教会、ナハロート地区に、 カトリックの西洋ゼフ教会と福音主義教会がある。旧福音主義改革派教会の西ヨハネ教会はビプリングベルデ地区にある。ビプリングベルデと雑船社トとの間に冷戦信仰の場、ヨハニスボルンがある。ここはこの町の最も古い文化財で、洗礼者聖ヨハネを祀っている。何世紀も前にはここで洗礼が行われ、洗礼の水は、 ビプリングベルでのヨハネス教会にも運ばれていた。1954年にこの泉は新井市で囲まれ、中世初期の洗礼の場であったことを示す石製のレリーフがフリッツ・コルテによって設置された。特筆すべきはブレンシャイトの水車である。もともと領主が所有する水車であった、この建物は1593年に建設された。この水車は1765年に、 プロイセン政府によって貸し出され、1839年に売却された。1893年に水力は蒸気機関に置き換えられた。この水車は1952年まで稼働していたが、現在は修復され稼働可能な状態にある。近くには1845年に建設された作油水車がある。これも現在稼働可能な状態に保存されている。 塩基に乏しい風化した岩石の地盤であることから、蝶域の大部分は種類の多高はあるが、スズメの槍ヨーロッパブナの森の植生を示している。住宅地、農耕地、森林が大きな部分を占めているが、例えば、レネタールの斜面などには印象的な林分が存在する。小さな横谷には、局地的な天候や土壌の湿気の違いにより、 オーククマ市の森や川沿いのヨーロッパフンの木の細い森が分布している。20世紀初めまでビプリングベルダー高地に数ヘクタールあった大きな範囲では完全に姿を消した。現在はローハゲンドビャクシンの林だけが歴史的な工作景観を示している。ここは早くも1930年代に当時の地理担当官庁によってアルテナイコール流保護区として 保護対象化に置かれた。現在ここは西洋ヒーラー機の比率が高い印象的な多くの森に囲まれており、森の学習路が整備された重要な保養地となっている。この森の学習路の地域では2010年には30回以上のツアーが再行された。ビプリングベルデ地区は保養地方の改定後2011年に審査を経て、州認定保養地の称号を許された。また、 森の学習路や多くの標識が設けられ整備の行き届いた遊歩道によって新たな賞賛を得た。レネタールやビプリングベルデ周辺の高地の緑地は、ところどころにオ、大オニ釣りが見られるが、高い窒素含量に妨げられ種が乏しい箇所がしばしば見られる。また、降水量が多いことから、例えば、ミュンスターラントと比べて、生育は活発である。 ブレンシャイダー・ミューレの上流や、レネタールのローラント付近のような小川沿いでは、ところどころに、聖多カ製用桜草が生育している。フィンキング前付近の種が豊かな、スズメのヤリヨーロッパブナの森は、プルモナリア・オフィキナリス、アルム・マクラトム、ヤブイチゲ、キクザキ・リュウキンカといった植物の生育地となっているが、北部の石灰質を多く含んだ、クルマバソイコールブナの森では、 こうした豊富な種類の植物を見ることはできない。表記の名残として、フィンキング前近郊のティーフェンマッハでは、強音性の構想が生育している。動物界では、全国的に重要な両生類の生育地が有名である。FFH 地区として、サンバガエルの生息地が、町内数多くある。アルプスイモリやヒラユビイモリといった両類は、農厚地の様々なタイプの水域に、 主数ながら生息している。暖かい気候を好むスベー森も、北方から侵入し生息しているが稀であり、ビプリングベルダーコーチや、レネタールの限られた場所で観察されているだけである。以前は、エルトモルヒとも呼ばれていたファイアサラマンダは、町のほぼ全域に生息しているが、目にすることは少ない。変化に富んだ多様な工作地の構造を持つことから、ナハローとビプリングベルデには、 開けた場所でも森でも映像する鳥類が見られる。クリスマスツリーの栽培地には、ホ宝ジロや虫食いが住んでいる。4種類のキツツキは、主に、レネタールの斜面に位置する高木林に住んでいる。山市議や、鍋港は、運が良ければ、エーフェンシャイと、雑ンシャイと、ハレンシャイとの間からノルトヘレまでのビブリングベルガー、高知東部の小川付近で観察できる。レネタールではこの他に、 川蝉、奇跡霊、川ガラスが映像している。レネ川は2009年10月現在、アインゼル地区付近でわずかに有機的負荷がかかっているだけである。特に横エビや青肌トンボが見られる。町域は一部がザウアーラントロタール山地、自然公園に属している。住宅地となっている、集落地域や建設計画の適用地域以外の場所は、 例えば自然保護区などのより高度の保護地域に指定されていない限り、景観保護区に指定されている。町内には5つの NSG が存在する。ローアゲン自然保護区、ティーフェンバッハ自然保護区、クリップケス自然保護区、クリーフ自然保護区、プラークパウル自然保護区である。プラークパウル自然保護区は一部がアルテナの地域にかかっている。町内には遊歩道が多く存在する。 5キロメートルから2 0トルの32の遊歩道が、那ロートビプリングベルで強度、交通協会によって管理されている。この他の14の遊歩道は、民間のホテル業者によって整備されたものである。さらに、隣接する市町村から那ロートビプリングベルでに来る、あるいはかすめて通る、ザウアーラント山岳協会の遊歩道が数多くある。 ザウアーラント山岳協会の主要な遊歩道であるプラックベイクがビプリングベルデ地区を通っている。レネハレ町内にはスポーツ広場がナハロート地区とビプリングベルデ地区に一面ずつ体育館が2館多目的ホールレネハレがある。ナハロート地区にはガルテンハレンバーとホーレンジーペンがある。この屋内プールを永続的に維持するために2007年末に 信仰協会が発足した。ナハロートビプリングベルデでは、以下のスポーツクラブが活動している、アインザール圧縁企業スポーツクラブ、ドイツ人命救助協会ナハロートビプリングベルデ支部、グループ、スポーツクラブナハロート1919 19、テニスクラブ、ブラウゴルト、アインザール、体操、競技クラブナハロートオプストフェルト1891、 体操クラブピップリングベルデフォン1912小さな市場が立つミューレンバックタークは1984年からこの町の年中行事に組み込まれているこのイベントは夏にブレンシャイダーコルンミューレ前で開催されるこの水車では5月から10月までの第1土曜日ごとにバクバーフルーンガンが開催されるまた 毎年5月1日にビプリングベルデのドルフプラッツで色とりどりのリボンで飾られたカバの木がメイポールとして建てられる。このイベントはハイマートシュトゥーベでの午後のコーヒー会で終了する。ビプリングベルデ地区の郷土協会は1990年から毎年10月の第1日曜日に最初に収穫された新鮮な畑の作物、料理、飲み物、農産物の屋台が出る。 収穫祭を開催している。第一アドベント前の夜には、ビプリングベルデの福音主義改革派協会で、幼稚園児、基礎家庭学校の児童、町のベゼルで合唱団、ビプリングベルデ合唱団の団員が共同で、クリスマスの飾り付けを行い、安人ン,ン,ンツーム1、アドベントと呼ばれる演奏を行う。経済構造は、長域の一部が強い経済力を持つことが特徴である。 ナハローと周辺のレネタールでは、主に金属加工分野の中小企業が製造を行っている。このに対して、ビプリングベルデでは作業は比較的少ない。いくつかの集落では、現在も農業が重要な役割を担っている。2017年6月30日現在、この町に社会保険支払い義務のある就労者が1049人が働いている。 このうち581人が、製造業、199人が、商業、接客業、交通運輸業、253人が、その他のサービス業に従事している。農林水産業従事者は16人である。旧のハローと駅連邦道 B236 号線が、長さ 6.3km にわたってこの町のレネタールを取っている。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは、 A46 号線のイーザー・エーストリヒ・インターチェンジである。修道 L692 号線は、ナハロートからビプリングベルデを経由して、流電車糸方面へ9 5トル以上に渡ってこの町を通っている。公共旅客交通は、主にメルキッシェ交通協会及び、ナハロートビプリングベルデ住民バスによって運行されているが、 ハーゲンホーエンリムブルク駅行きの539番のバスも運行している。この路線は唯一 VRR の乗車券が使える路線である。他の路線は VRL 運賃が適用される。ルールジーク鉄道がナハロートベプリングベルでの町域を通っているが、何十年も前から町内に旅客駅は存在しない。最寄りの駅はレトマーテ及びアルテナにある。アインザール集落にあったかつての駅を 営業再開させようという議論が行われている。町内では日刊誌、アルテナー・クライスブラッドが刊行されている。メルキッシャー・ザイトングス・フェアラーク流電社イは、この街のローカルニュースをカム・オン・デプラットフォームに掲載している。ラジオ MK は電波経由9 0 8ヘルツケーブル経由9 2 1 5ヘルツで放送している。ビプリングベルでの青年の家、 アウフデム・アホルンは、福音主義自由協会組織の保養、集会所で、ここでは特に、毎年生体の祝日に、伝統的なベスト・ファーレン協会連合の会議が、開催されている。ハウス・アーム・ローアゲンは、VCP が運営する保養施設である。この施設は、ビプリングベルデ近郊の森の斜面の完成な場所にある。この町の救急医療は、メルキッシャー軍の救命サービス計画に基づき、 近隣の周辺の法営ー,ールの病院が担っている。レトマーテのマリエンイコールホスピタルは2019年11月1日に閉院した。この町には3校の普通科学校がある。ナハロートとビップリングベルデにはそれぞれ基礎家庭学校が1校ある。生徒数は両校合わせて291人である。さらに、ナハロートに生徒数146名の本家庭学校がある。 成人教育については、この町は、レネタール市民大学連盟に加盟している。公立図書館も存在する。ありがとうございます。